おはようございます。おはようございます。モンクさん、タイさん、おはようございます。今日も涼しいです。過ごしやすいです。リエさん、ハレリア。マユちゃん、ハレリア。いいですね。まあ夏がこういう調子でこういう調子で夏になってくれたら嬉しいですけど、そういうわけにはいかないでしょうね。非常に涼しい夏ね、まあ冷夏っていうんでしょうかね、多分冷夏ではないかなとは思うんですけども、はい。ルルさん、ハレリア。ではちょっと周りをお見せしましょう。いつもと同じで申し訳ないですね。いつもと同じで、ちょっとここは電波が良くて気に入っています。電波が良くて気に入ってますが、はい、皆さんおはようございます。ハンナさん、おはようございます。このような、涼しい日が続いて、まあ、すがすがしいと言いましょうか、一日で一番すがすがしい。創世記にですね、まあ、アダムとエヴァが罪を犯して、そして、涼しい時に、まあ神様がこの、声をかけてくれます。その創世記にある涼しい時っていうのは朝のことじゃないかというふうに、説があります。神様はアダムとエヴァに毎朝涼しい時に、会ってたのではないかという説ですね。アダムといえばは毎朝、あ、リュービさん、おはようございます。キツネさん、おはようございます。アダムといえばは毎朝、エデンの園で神様に会ってたというふうに考えます。ですから私たちも同じように、まあ今日、今何時ですか、7時2分、この涼しい時、特に今涼しいですね、まさにこういう涼しい時に、私たちはイエス様にお会いします。朝ですね、まあ、イエス様に祈るわけです。1日24時間のうちで、ジャニーさんはクリスチャンだったんですか。あ、そうなんですか。1日のうちで一番大事な時、1日のうちで一番大事な時、それが朝だと思います。私たちは、個人的に皆さんもお祈りをすると思いますが、まあ、この放送もある意味ではデボーション放送ということで、まあ、皆さんが、神様に出会う放送、皆さんが神様に出会う放送、ポンさん、今日から入院になってしまいました。そうですか。では、入院してですね、イエス様に、祈ってくださいね。そして、まあ、聖書を読んだり、入院中放送見れるかどうか分かりませんが、もし放送見れたら放送見てくださいね。デボーションというのはですね、まあ、その直訳すると献身という意味なんですけど、デボーションタイムというのは、まあ、イエス様に祈るとき、イエス様に祈るとき、それをデボーションタイムと言います。トモさん、ハレリア。あ、ポンさん、放送見えます。よかったですね。じゃあ、もうぜひ放送、入院中はですね、放送見てください。それでは今日のタイトルいきます。今日のタイトル、あなたがネガティブな理由。皆さんもご存知のように、多くの人はネガティブです。ネガティブっていうのはどういうことかというと、元気がないとか、鬱とか、何か苦しいとか、寂しいとか、何か楽しくない、
まあ、そういう意味でネガティブというふうに言葉を使いました。で、多くの人はですね、まあ、なぜネガティブなのか、ネガティブな理由があるんです。皆さん、ネガティブに理由がある、何か悪いことがあるから。あ、プチプチですか、ごめんなさい。ちょっと向こうに行きましょう。ちょっとプチプチということ。何か悪いことがあるからネガティブじゃないかと思います。確かに世の中には悪いことがたくさんあります。世の中に悪いことがたくさんありますし、まあ、ネガティブになるようなことがたくさんあります。アイポンさん、おはようございます。モーコさん、涼しいといいですね。町田はたくさん見晴らしの良い、すがすがしい場所があっていいですね。そうですね、探しています。いいところ探してます。ところがですね、いいところたくさんあるんですけど、電波が悪いですね。電波が悪い。まあ、ここはなんとかですね、まあ、かろうじて電波ができる。他はですね、やっぱりちょっと電波が弱いですね。悪いことってなくならないのかな。スーパーさん、おはようございます。それでですね、悪いことが起きる、なぜネガティブか、まあ、その理由はですね、あ、電波好調、その理由はですね、まず、サタンがですね、皆さんをネガティブにしてるということですね。まあ、サタン自身がネガティブ、サタンの心はネガティブです。なぜサタンがネガティブかというと、サタンは永遠の暗黒、永遠の地獄、永遠の苦しみを味わうという絶望を持っているからです。悪魔は天使長だったにもかかわらず、神様に逆らって堕落して神様に反抗しました。その結果、サタンは永遠の苦しみ、地獄はサタンのために作られたんですね。地獄はサタンのために作られました。そのサタンはものすごいネガティブです。もう本当にもう希望がないんですね。もう完全に希望がなく、もう完全にですね、永遠に苦しむという裁きを受けています。ですから、サタンがもうなんて言うんでしょうか、ネガティブしかないみたいな、全く希望がなく絶望。ぜひこのことをまず原則的に知ってください。サタンが、全くのネガティブ、完全なネガティブだということを理解してください。もちろんイエス様は完全なポジティブですね。アーメンの方と言われます。聖書にですね、イエス様はアーメン、光の方と書かれていますが、そのアーメンとか光っていうのはポジティブっていう意味なんですよ。皆さん、アーメン、アーメンって言いますよね、私たち。アーメン、これはポジティブっていう意味なんですよ、皆さん。ポジティブ。ね。で、イエス様は完全にポジティブです。ね。そして、イエス様は、私たちをポジティブにしたいんです。イエス様がポジティブですから、私たちをポジティブにしたい。サタンはネガティブですから、私たちをネガティブにしたい。皆さん、この、ね、メカニズムって言ったら強いですけど、この、ことをよく理解してください。ですから、どうして多くの人がネガティブか。どうして多くの人がネガティブか。それは多くの人がサタンによってネガティブにさせられている。多くの人が、サタンによってネガティブにさせられている。そのことをぜひ皆さん理解してほしいと思います。そしてですね、そうですね、まあ、ポジティブは信仰、ネガティブは不信仰、そういうふうなことで分かりやすいと思います。ポジティブは信仰、
ネガティブは不信仰。もし私たちがポジティブな、気持ちがあれば、もちろんこれは信仰のない方もポジティブの時もあるかもしれません。特にクリスチャンがポジティブならば、それは信仰的。そしてネガティブならば不信仰的と考えてもいいでしょう。ユウさん、傷ついて落ち込むのもネガティブですか？そうですね、傷ついて落ち込むのもネガティブです。キュウちゃんはサタンを差別するんですか？人間を差別してはいけません、ね、人間を差別してはいけません。でもケンゴさん、サタンは人間ではないんです。人間ではないですから、サタンを、サタンに同情してはいけません。サタンを愛してはいけません。でも私たちは、人間は罪人であっても敵であっても、私たちは人間、敵を愛さなければなりません。そこのところぜひ、理解してください。はるきさん、神様はサタン作ったんじゃないんですね。そこは多くの人は勘違いしています、ね。サタンは悪魔、神様によって作られたんじゃないんです。神様を作ったのは天使を作ったんです。最高の天使を作ったんですけど、その天使が神様に反抗したんですね。ですからサタンは神が作ったのではないのです。新海さん、それは誤解です、ね、呼ぶ記では神様とサタンが会話をしていますが、それは仲がいいんじゃないんですね。そこ勘違いしないでください。神様とサタンは敵対しています、ね、敵対しています。決して仲がいいわけではないんです。それでですね、信仰はポジティブ、不信仰はネガティブ、逆に言ってもそうだということですが、ユウさん、ブレない信仰を持ちたい、ブレない信仰を持ちたい。皆さん分かりましたね。私たちがもしネガティブになるならば、サタンは喜び、悪魔が喜び、イエス様は悲しみます。もし私たちがポジティブなら、ちょっとこう鉄棒乗っちゃまずいのかな。よいしょ。鉄棒乗れるかな。ちょっと無理ですね。鉄棒。はい。もし私たちがネガティブなら、私たちがネガティブならサタンは喜び、イエス様は悲しむんです。お花ですか？お花はですね、ちょっとないですね、ごめんなさい。もう一度言います。もし私たちがネガティブならば、サタンが喜び、イエス様が悲しみます。もし私たちがポジティブなら、サタンが悲しみ、イエス様が喜びます。皆さん、どっちがいいですか。ですから聖書は言っています。いつも喜びなさい、いつも喜びなさい、賛美しなさい、感謝しなさい。皆さん、これが御心だと書いてありますね。私たちはいつも喜び、いつも賛美をし、いつも感謝をします。これポジティブじゃないですか、皆さんね。ケンゴさん、みんなが喜んでほしい。そうですね、みんなが喜んでほしい。ぜひ皆さん、私たちは努力してポジティブになるべきです。そしてポジティブになる理由を学ぶべきです。私たちはポジティブになる理由を、知っているし、またポジティブになる決断をしたんです。お酒を飲むとポジティブになる、まあそれはある意味ではポジティブになるでしょう。しかしそれはですね、手段が間違ってるんです、ね、手段が間違ってる。例えばですね、分かりやすく言うと、例えばですね、お金を盗むとします、ね、
お金を盗む。で、お金が手に入ります。で、お金が手に入ったことでポジティブになるけど、手段は悪いことですね。盗むっていう手段はダメなわけです。つまり、偶像崇拝ってそういうことですね。偶像崇拝っていうのは手段が悪いんです。手段が悪くて何かこう、いいことを得ようとしています。だから、私たちは正しい方法でポジティブにならなければなりません。悪い方法でポジティブになっても、結果的には悪くなっていくんです。ですから私たちは、イエス・キリストを信じるという、イエス様から、ポジティブなものをいただいて、本当のポジティブをいただいて、そして私たちは、ポジティブになるべきです。ですから、それはですね、自然と、皆さん、自然とポジティブになることもあるかもしれません。しかし、私たちは熱心にポジティブを追い求める必要があります。聖書は言っています。熱心に愛を求めなさい。熱心に良いことを求めなさい。熱心に祈んなさい。熱心に善を行いなさい。ポジティブというのは戦いなんです。サタンが私たちをネガティブにしようとしてるんですか。私たちは、この何もしなければサタンに騙されてネガティブになっていくんです。私たちはもう全身全霊でポジティブを、追い求める必要があります。もちろんこれは聖書的な信仰的なポジティブということで、ですから皆さん、いつも喜びなさいというのは信仰的に喜びなさいということです。信仰がなければ喜びません。信仰がなければ平安になりません。信仰がなければ本当の感謝ができません。皆さん、ぜひ、イエス・キリストを信じる信仰によって、ポジティブになろうではないでしょうか。はい、今日のタイトルはあなたがネガティブな理由ということです。多くの人は自分がネガティブであることが、ね、なぜネガティブなのか、もちろん悪いことがあってネガティブになるのかもしれません。サタンはですね、もういろんな嫌なこと、いろんな争いとか、ね、いろんな不快なことを通して人間を傷つけネガティブにしようとしてるんです。この世は確かにネガティブ社会ですね。ネガティブ社会、ニュースを見てください。もうネガティブニュースばっかりでしょ。ネガティブニュースばっかり、殺人、ね、犯罪、汚職、争い、ニュースはほとんどネガティブニュースです。ニュース見てるとネガティブになっちゃいます。ね、それはサタンが人類をネガティブにさせてるんです。サタンが人類をネガティブにさせ、人々をネガティブにさせ、つまり皆さん、どういうことでしょうか。いいですか、よく聞いてください。ネガティブにさせる理由は、いいですか、サタンがネガティブということだけではなく、人々が天国に行かないで、イエス・キリストを信じて天国に行かないで、人々を自分と同じように地獄に引きずり込みたいんです。サタンがなぜ人々にネガティブを与えるか、それは人々をネガティブにして自分と同じように不信仰にして地獄に引き込もうとしているからなんです。そのことをぜひ皆さん理解してください。つまり皆さん、ネガティブになるということは、いいですか、ネガティブになるということは、神イエス様に対してネガティブになるということです。
不信仰というのはイエス様に対してネガティブになるということです。いろんな社会の問題の中で私たちは傷ついてネガティブになります。それは結果的にイエス様にネガティブにしようとしているサタンの目論みなんです。ですから私たちはそのサタンのネガティブにしようとしている力に立ち向かって、サタンに立ち向かって私たちは信仰によって戦ってポジティブになるんです。信仰を持つということ、イエス・キリストを信じる信仰を持つということはポジティブをキープするということであり、ポジティブを強めるということであり、私たちはポジティブになるということが勝利だということです。イエス・キリストにあってポジティブになる、イエス様にポジティブになる、喜び、感謝し、ね、賛美し、イエス様を喜ぶなら、イエス様を喜ぶなら、それが信仰で、それがポジティブなんです。皆さん、これはもう熾烈な戦いなんです。壮絶な戦いなんです。これは霊的な戦いなんです。悪魔は人間をですね、偶像崇拝をさせて、罪を犯させて、虜にし、束縛し、圧迫し、人間を苦しめ、人間をネガティブにし、人間を病気にして、人間を殺し合って、傷つけ合って、人間をダメにしようとする、サタンのネガティブの働きなんです。この社会の問題は、その問題によって社会が苦しんでるんです。どうしたらいいんですか？どうしたらいいんですか？どうしたらいいんですか？私たちは、そのサタンに立ち向かうのです。信仰によって立ち向かうのです。私たちが油注ぎを受けて、私たちがポジティブになって、私たちは祈り、そして喜び、賛美し、私たちがポジティブになることによって、サタンに勝利するのです。イエス・キリストを信じる信仰こそ勝利です。イエス・キリストを喜ぶことこそ勝利なんです、ね。ぜひ皆さん、霊的な勝利、信仰の勝利を理解してください。私たちが喜ぶことはとてもとても大事なことなんです。私たちが信仰を持つということはとてもとても大事なんです。私たちがポジティブなら、私たちが元気ならば、イエス様が喜び、サタンが嫌がり、そして人々、ネガティブからポジティブにすることができるんです。私たちがネガティブだったら、誰が人をポジティブにすることができるんでしょうか。多くの人がネガティブなのに、もし私たちがネガティブだったら、誰が人々をポジティブにすることができるでしょうか。誰もできません。私たちがポジティブになって信仰的になれば、信仰的になるほど、多くの人をポジティブにすることができると思います。ですから皆さんの信仰が必要なんです。皆さんのポジティブが必要なんです。皆さんのポジティブが必要なんです。皆さんのそういう霊的な成長が必要なんです。皆さんが全きものになって、全き信仰になって、敵を愛するような信仰になって、皆さんが、どんなことでも感謝し、どんなことでも、ね、喜んで、どんなことでも喜んで、すべてのことを感謝し、すべてのことを賛美して、皆さんがポジティブになるならば、それが勝利です。皆さんが勝利者になってほしい。勝利者になって、皆さんがネガティブから脱出してほしい。皆さん一人一人がサタンに勝利してほしいのです。もし私たちがネガティブになるなら、私たちは敗北です。
敗北者になります。しかし私たちがポジティブになるならば、私たちは勝利者です。私たちが勝利者です。ぜひ皆さん、御霊によって、聖霊様によって、聖霊様によって私たちは勝利できます。聖霊によって私たちは勝利できます。はい、ガローさんおはようございます。ミームさんおはようございます。じゃあ明かしタイム行きましょう。明かしタイム。イエス様を信じてネガティブ人生からポジティブ人生になった証。ネガティブ人生からポジティブ人生になった証。スタート。スタート。イエス様を信じたらポジティブになった。イエス様を信じたらポジティブになった。ポジティブ人生になった証。スタート。ジュテロムさん、なぜ多くの日本人の顔は暗く沈んでるんでしょうか。サタンにネガティブにさせられているんですね。サタンにネガティブにさせられています。ヒットさん、イエス様の夢を見てポジティブになりました。素晴らしい。ヒットさん、もしよければどんな夢かを教えてくださいね。どんな夢かを教えてください。ルルさん、イエス様にお願いすると叶うのでポジティブでいられます。アメン、アメン。キューちゃん、夢を見ないのですか。普通の夢は見ますけど、まだ、イエス様が夢の中に、現れていません。それを期待しています。期待しています。なんとかイエス様に夢の中に来てほしいと思っています。つこさん、朝起きたら横に血だらけの十字架がありました。劉備さん、悪夢しか見ない。それはね、劉備さん、悪霊がいるからです。悪霊がいる人はね、悪夢を見ますね。悪霊がいる人は、金縛りとか悪夢を見ます。劉備さんもイエス様を信じたら悪霊が出ていきますよ。悪霊を追い出しましょう。蒙岡さん、イエス様を信仰し未来に希望がないくらい絶望感に落ちてましたが、救われてポジティブになれました。イエス様からたくさんの愛をもらいました。それだけでポジティブになれます。イエス様が希望です。そうです、イエス様が希望です。イエス様がポジティブです。神の愛がポジティブです。神の愛がポジティブです。イエス様がポジティブです。ユウさん、私はひどいうつ病だったけど、本当にわずかずつですがネガティブになりそうな時は、はっとイエス様の姿が浮かんできて救ってくださいます。わお、素晴らしいです。イエス様の姿が浮かんできて救ってくださいました。素晴らしい。黒芝さん、愛をください。アメン、愛をください。リュウビさん、一応信じてる一応信じてる
一応でもいいですよ。一応でも、信じないよりも信じた方がいいです。一応でも信じてください。一応でも信じてください。リボンさん、コストコ行くとワクワクします。イエス様を感じます。コストコとイエス様と関係があるでしょうか。木登りですか。木登りは無理ですね。木登り無理です。何かこうこの鉄棒、こうすればちょっと待ってください。落としちゃう。鉄棒乗れました。ちょっとフラフラですけどね。イエス様がライトを照らしてくれました。気をつけて。鉄棒に乗ってますね。鉄棒乗ってます。いつイエス様に、目覚めたんですか。小学校の時ですね。日曜学校行ってましたね。小学校の時に日曜学校行ってました。それがまあ潜在的な信仰だと思います。モンカさん、永遠の命をいただける希望、天国に行ける希望をいただきました。そうです。皆さん、天国がポジティブで地獄がネガティブです、ね、天国がポジティブで地獄がネガティブです。皆さん、天国に行くということだけで、天国に行くということだけでポジティブになれます。サタンは地獄に行くことを絶対に地獄に行くので、サタンはものすごいネガティブです。多くの人がネガティブなのは、将来地獄に行くからだと思います。多くの人は無意識的にネガティブ。無意識的にですね、地獄に行くことを予感して、ネガティブだと思います。だから私たちは、天国に行くということを信じて、天国に行くということを信じて、私たちはポジティブになれるんです。天国がポジティブです。天国がポジティブです。私たちが天国に行くことを信じるならば、ポジティブになります。永遠の命がポジティブです。永遠の命を、ね、永遠の命を持っていると信じるならば、ポジティブです。サタンは天国に行きません。リュウビさん、それはもう決定的なことです。神様が決めました。サタンはですね、サタンに、可能性はないのです。完全なネガティブですね。完全なネガティブです。ですから私たちは、せっかくのポジティブをキープしましょう。イエス様という、ポジティブをキープしましょう。永遠の命というポジティブをキープしましょう。天国という喜びをキープしましょう、ね、私たちは、せっかくポジティブになる理由を持ってるんですから、ネガティブになってはいけません。ネガティブになってはいけません。サタンに騙されているんです。もし皆さんがネガティブなら、サタンに騙されています。サタンに騙されています。私たちはポジティブになっていいのです。イエスキリストにあって、イエスキリストにあってポジティブになっていいんです。ネガティブになることはありません。イエスもおっしゃいました。強くあれ、大きくあれ、恐れてはいけない、心配してはいけない、心を騒がしてはいけない、
神を信じ、私を信じなさい。信仰というのはポジティブなんです。信仰というのはポジティブなんです。今日の放送を聞いて、ああ、今までネガティブだったけど、そうか。サタンに騙されてネガティブだったんだ。これからはイエスキリストを信じてポジティブになろう。ポジティブになりたい。ポジティブになりたい。永遠にポジティブになりたい。永遠にポジティブになりたい。イエスキリストを信じて、ネガティブ人生は嫌だ。ネガティブ人生は嫌だ。ポジティブ人生になりたい。ポジティブ人生になりたい。そう思う方は、アメンと言ってください。アメン。アメン。アメン。ポジティブ人生になりたい方、アメン。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 天のお父様、感謝します。ネガティブは苦しく、ポジティブは、平安です。ネガティブは絶望で、ポジティブは希望です。今、アメンと言った方々が、今まではネガティブだったかもしれない。しかし、信仰でポジティブになりますように。信じて。イエス様を信じ、イエス様の言葉を信じて、ポジティブになりますように。ポジティブになりますように。今、アーメンと言った方々の心に、光が差して、希望が入って、ポジティブになりますように。永遠の命、永遠の神の国、ポジティブになりますように。今、アーメンと言った方々が、ネガティブから解放されて、サタンに勝利しますように。サタンに勝利しますように。今まではサタンに騙されて、サタンに負けていましたけど、十字架によって勝利、十字架によって勝利、十字架によって勝利、勝利しますように。今、アーメンと言った方々が勝利しますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ。アーメン。皆さん、今日も喜んで、もう何も心配しなくていいのです。問題があっても委ねましょう。心配しなくていいのです。イエス様が一緒にいるんです。イエス様が皆さんと共にいるのです。決して見捨てない方、決して見放さない方がいるんです。信じて、喜んで歩みましょう。今日も喜びの一日、喜びの一日を過ごしましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローム、シャローム、シャローム、喜んでください。喜んでください。アーメン、アーメン、アーメン。